ユグルタとは、紀元前2世紀に在位したヌミディア王であり、自らの名を冠した、共和制ローマとの戦争を死亡した人物として知られる。ヌマンティア戦争も参照ヌミディア人は、北部アフリカへ居住していたが、もともとは、反遊牧であったとされ、同じ北、アフリカを中心に勢力を持っていた、カルタゴの傭兵部隊として知られた。ユグルタの祖父にあたるマシニッサは、カルタゴと決別して、 ローマの同盟国となり、第二次ポエニ戦争でカルタゴが敗北するとカルタゴに代わり、北アフリカで勢力を拡大した。ユグルタはキルトの出身と伝えられ、マシニッサの末の息子マスタナバルを父として紀元前160年に出生した。マシニッサには三人の息子がおり、マシニッサが紀元前148年に死去すると、マシニッサの長男、ミキプサが、 後継のヌミディア王となった。次男のグルッサは、ヌワンティア戦争で、ローマ軍へ加勢するためにヌミディア騎兵を率いて、ヒスパニアへ渡った一方で、マスタナバルは、ミキプサと共にヌミディア国内に泊まった。マスタナバルが、紀元前140年頃に死去した後、ミキプサは、ヌミディア人の中で人気のあったユグルタを養子に迎えた。ユグルタは、ミキプサからの警戒を避ける目的もあり、 ヒスパニアへ渡ってスキピオア・アエミリアヌスが指揮を取っていたヌワンティア戦争へ従軍したヒスパニアでヨグルタはローマの有力者とのつながりを作ることに時間を費やしガイウス・マリウスとも陣営を同じくしたなおこの時期にローマ軍の弱点が賄賂であることを見抜いたとされる紀元前118年にミキプサが死去するとヨグルタはミキプサの二人の息子と共同で 後継者の地位についたが、三人の間で後継者をめぐる争いが起こった。アドヘルバルとヒエンプサルは共同で、ユグルタと争ったが、ユグルタは戦いに勝利を収め、ヒエンプサルは殺害され、アドヘルバルはローマへ亡命した。ローマ元老院はヌミディア王国の内紛を調停して、王国を東西へ分割して、ユグルタとアドヘルバルがそれぞれを統治するように決着をつけたが、 ユグルタは、ローマ国内に賄賂を送り、中でも、紀元前121年に、執政官を務めたルキウスオピミウスなどは、ユグルタのために尽力したことで、より豊かであったヌミディアの西半分がユグルタへ与えられるようになったとされる。なお、後に、ローマでは東半分も十分に豊かであったと主張したが、実際には未開発の状態であった。 スッラの前に鎖で繋がれて連行されたヨグルタ詳細はヨグルタ戦争を参照期限前112年再びヌミディア王をめぐる争いが再燃キルタへ滞在していたアドヘルバルをヨグルタが突如攻撃したアドヘルバルはローマからの援軍を見込んでローマ人が多数居住する地区で防衛することを決断したしかしローマ軍は キンブリ戦争の最中で軍の多くがキンブリ戦争へ派兵されていた。元老院は執政官ルキウスカルプルニウスベスティアが率いるローマ軍をヌミディア、ローマはヨグルタに対して戦線復刻したが、ローマの重装不評部隊は景気兵隊を中心としたヌミディア軍を攻めあぐね、戦線は硬着した。ベスティアはヨグルタからの交渉の申し出を受けて、ヨグルタにとって 有利な条件で講話を締結した。なお、この際に、ベスティアは、ユグルタから賄賂を受けたとされる。ベスティアの性敵であったガイウス・メンミウスは、収賄の疑いで、ベスティアを告発し、ベスティアは、ローマへと召喚された。ユグルタも、ローマへ到着したが、ヌミディア王の潜在的なライバルであったいとこの、マッシウアへ資格を送り、また悪評を流したことでマッシウアの勢力の弱化を、 はった。紀元前109年、ヨグルタは再び、ローマとの戦争に突入。失聖官、クイントスカエキリウスメテルスが率いるローマ軍が、ヌミリアへ侵攻し、ヨグルタは、ムトゥルの戦いで敗北したが、以降は、地の利を生かして、デディラ戦を展開したことで、再び戦争は長期化の予想を呈した。その中で、ローマ軍の一部将であったガイウスマリウスは、ローマへ帰還して、 紀元前107年の失政官選挙へ出馬し、当選した。紀元前107年からマリウスがメテルスに代わって、ローマ軍の指揮を取った。マリウスは、ルキウス・コルネリウススラをユグルタの同盟国であった、マウレタニアへと派遣した。スーッターは、マウレタニアをボックス彗世への協力を取り付けて、ユグルタを捕虜とすることに成功した。ユグルタの捕獲によって、戦争は終結した。 ユグルタはローマイと連行され、タレントムへ交流された。紀元前104年、マリウスの外旋式でユグルタは引き回され、外旋式後にカルケル・マメルティヌスにて処刑された。なお、ユグルタが失脚した後、ヌミリア王にはユグルタの兄弟のガウダがついた。ありがとうございます。